はい、ということで今回は国家試験の領域別の解く順番ですねについてお話ししていきたいかなと思います。はい、国家試験ですね、問題あると思うんですけど、まあ、大体最初から必須で例えると90問あって1から90まで最初この1問目から90問目まで一気にガッて解く人もいれば、まあいろいろ順番、変えて解く人もいると思いますが、私が現役の時にどう解いていたかっていうのと、まあ、実際、教える時とか、まあ、こういうふうに解いた方がいいとか進めるんであればどうするかなと思った結果、まあ、結果的に結局現役時代に解いてた方法がまあ無難かなと思ったので、まあ、そちらですね、話していこうかなと思います。でまず必須理論実践とありますが必須からいきましょうか。皆さんどう解いてますかね。まあ、私が解いてた方法としては、81問目から解き始めます。はい、察しがあってガッてあげて実務ですね、実務から解き始めました。で、なぜかっていうと理由としてはまず安心させたいっていう気持ちが大きかったですね。まあ、実務って基本的に分かれば解けるもんなので、まあ、その分かれば解ける問題の中で、まあ、比較的、まあ、得点しやすい科目なので、見た瞬間に何点取れてるかっていう実感がちょっと欲しいっていうね、最初の時点で必須が開始したその時に果たしてまず自分の点数は何点取れるんだろう。もともと必須って足切りがあるんで、63点という足切りがあって、まず、63点を取れるかどうかっていうのを、まず最初の段階で判断したいっていうね、そういうのがあったので、まず必須から解き始めます。そしてあと、時間ですね。時間が90分しかないので、1問1分ですね。なので、まあ、そう考えてくると、時間切れっていうのも一応考慮に入れないといけないので、まあ、それも踏まえて、早く分かれば解ける問題で、簡単ですぐ解けるっていう実務から始めました。81からね、90までやって、その後、後ろから前に行きます。次は、後期の71から80まで。を解いて、で、薬剤入ってみたいな。で、ずっと後ろからやってきます。解き方は、実務だったら81から90解いて、で、法規だったら71から80解いてっていう感じですね。で、やってました。で、ずっと後ろからやってって、生物解いて、物理科学ってきました。その順番ですね。後ろからやってって生物まで解いて物理科学で、なぜその順番かっていうと科学は途中で見たくなかったっていうの、時間がかかるのとその時科学もし解ければいいんだけどこれわかんねえっていうのが出てきた場合パニクるので、パニクるのは時間的にもったいないので、そしてパニクると他の科目まで影響を及ぼすので、科学は最後に取っておきます。そして、解いていく順番を今話したんですけど、プラス、計算問題出てきますよね。実務、薬剤、あと物理かな。出てくるんですけど、まあ、衛星もたまに出るんですけど。で、その科目で計算問題が出たら、最初の1周目はスルーします。はい。理由としては、計算問題って、すぐ解ければいいんだけど、なんか
計算とか間違えると何回もそこを繰り返して見直さないといけないので不安になるからね。なので時間かかっちゃうんですね。時間かかって、そこで時間かかると他の、 簡単に一体したようで解けると思ってた問題が解けなくなるので、なのでまず計算問題飛ばしました。飛ばして、で、計算問題以外を解いてって科学終わりました。その後に計算問題を解きました。はい、で計算問題を解きました。その後に、見直しですね、をします。まあ、そういった流れでやってました。はい、で意外とね、本番になるとパニックったりとか焦ったりとか、するので、まず必須のポイントは、まず63点以上確実に確保することが第一条件というか前提なので、まず63点確保したらまずすごいちょっと安心できる感覚値として、模試とかで受けても分かると思うけど、あと一問一問解いてれば分かると思うんだけど、だいたい63は超えたなっていう感覚で、じゃあプラスアルファしていこうかっていう感じですね。で見直しします。見直しも、まあそれはどっちでもいいんだけど、計算問題含めてもね、一回やってるので、で見直して終了って感じですね。どちらかというと、結構時間かかるタイプだったので、一問一問なので、まあそういう方法をとってました。全然時間かからない人だったらいいと思うんだけど、意外とそういう人ってマークミスしたりとかするんで、しかもこの方法ってマークミスすると致命的なので、そこだけ注意してください。今までやってきて、模試とかね、で試した方法からいきなりこの方法を試そうとしないでください。どちらかというと模試3でその方法を一回試してみてもいいんだけど、試してみてそれが合わないなと思ったら、本番で自分のやりたい、やりやすい方に変えてください。これはあくまで、私個人がやりやすくて、まあこうすればミスとかが防げるよねっていう、最悪なミスは防げるよねっていう話ですね。計算問題とか時間かかる、そういったところをまず避けて、でできるところから解いてって、で残った時間を計算問題解いてって、あと見直すっていう感じですね。まあ、必須63点未満になるとその時点でも不合格決定なので、一番必須はポイントです、時間的配分なので、ここはまず注意してください。そして次、理論ですね。理論の順番としては、理論は1と2がありますね。理論1の解き方としては、これも必須とちょっと近くて、法規、衛生、生物、物理、科学と解いてました。後ろのまず法規を解いて、その後理論と、衛生と言って、で生物、物理、科学で、なぜその順番かっていうと、法規は理論の中で解きやすいので、まず法規で安心する、まあ、時間もありますけどね。でその後衛生、衛生は20代出ます。はい、20代出るんだけど、まあここも比較的物理化学生物と比べると解きやすい問題になってくるので、まずここでも点数取っておく。でその後生物ですね。生物は物理化学生物のうち生物が解きやすいので生物ですね。でその後に物理きます。はい、まあ、物理も苦手な人多いと思うんですけど、物理と科学どっちやりたいかって言ったら物理の方を先に取りました。はい、でその後科学ですね、やりました。この順番ですね。まあ、どちらかというと理論の場合は時間大丈夫な人も多いかもしれないんですけど、私的に理論1やってた時、時間ほんとギリでしたね。マジでギリでした。はい、いつも理論1はギリギリっていうイメージがすごいありました。はい、なので、比較的、解きやすい問題からちゃんと得点していってっていう形にしました。はい。そして理論2ですね。理論2は、理論2どんな感じだったっけ？
薬理薬剤治療科の順番ですね。これは本当に最初から解きました。薬理薬剤治療そのまま、45問解きました。特に、何も変えません。最初から最後まで。そして次実践ですね。実践1で、物理化学生物衛生ですね。順番的には衛生生物物理化学ですねの順に解いてました。まあ、ただ時間的には実践1は、ある程度余裕を持って、解けてましたね。まあ、その順番の理由としては、理論1と同じです。そして実践2の薬理薬剤はそのまま解いてました。薬理薬剤ですね。そして最後実践3治療法規実務ですね。まあ、こちらも同様に同じように解いてました。頭からね治療法規実務ですね。ただ、実務計算問題すごく多くあるので、まあ、そこだけ注意ですね。特に実務の計算問題は、まあ、解ける問題が多いので、ただ、まあ、応用だったりとか数値が変わったりとかするだけでこれでいいんだよなって不安になって何回も解けたくなってくるんですけど、なのである程度時間かかってしまうんですが、実践さんは、まあ、時間大丈夫じゃないかなと思いますね。特に法規がサクサク解けると思うので、まあ、そんな感じの順番で、まあ、私は、現役の時解いてました。そして、まあ、もし順番どうしようかと迷ってる人とか、まあ、いろいろ時間足りないって思ってる人いたら、まあ、参考にしてみてください。それではご視聴ありがとうございます。薬剤師国家試験攻略メソッドは無償で運営させていただいています。そのため皆様のご協力が必要になってきます。マサ46494の YouTube チャンネル登録、 Twitter フォローをよろしくお願いいたします。それではまたお会いいたしましょう。